はい、私の話というのは、このもうタイトルを見ればですね、大体こう中身が想像できるようなものなんですが、我々がですね、今回のワークショップはもちろんその分子系統学というのが、これが中心テーマなんですが、私たちがその様々なデータを用いて生物多様性に関していろいろな研究をする。で、もちろんここにいらっしゃっている皆さんは、ご自分それぞれのその研究テーマを持って、で、それでもって生物多様性の分子レベルでの解析あるいは考察ということをなされているかと思いますが、そもそも分子系統学っていうのは、ちょっとそこのタイトルに書いてありますように、いわゆるその体系学、システマティクスという、そういう学問があって、それの最新バージョンというか、その分子バージョンが、これが現在我々が行っているその分子系統学であると。じゃあ、そもそもその分子を外した一般的な体系学がどういうふうな考えに基づいているんだろうかという、その辺のところが今回の私の話の中心ということになります。で、10時半までのごくごく限られた時間ですけれども、ざっとですね、体系学とは何なのかという、そういうふうな話をしたいと思います。で、先ほども言いましたが、ここにいらっしゃる皆さんはそれぞれ、皆さんご自分の研究テーマをお持ちかと思いますが、ここで言うとですね、このね、分類の話と系統の話っていうのが、これがいろんなところで顔を出すかと思います。で、このワークショップは分子系統学ですから、系統の話が中心なんですけれども、その何のために系統図を書くのか、あるいはその系統を推定することによって何を考察しようとしているのかってことを考えますと、ひょっとしたら人によってはですね、その生物の多様な姿を分類する、これも必要なんではないかと。要するに、その一方では分類し、一方では系統を推定しという、そういうふうなキーワードがですね、どうしても出てくることになるかと思うんですね。で、この辺りのところは、別にその分子系統学に限らずですね、私たちがいろいろな、その多様性について考えるときには、どうしてもまず最初に出てくるのが分類の話なんですね。で、もちろん系統というもう一つのキーワードはあるんですが、まず最初に分類とは一体何なんだろうかということを、これは考えていただきたいと思います。で、分類そのものは、これは別にその生物の進化とか、ましてや DNA とか、そんなこと全然考えない、以前のところから我々はすでに考えているか、わきまえています。で、これは随分前にアメリカ昆虫学会に出た、地球上の生物を一枚の絵に描くという、ちょっとそこにはスピーシーズスケープというタイトルが書いてありますが、これ分類学者が記載した種数に従って各動物群のですね、あるいは植物群のその大きさを、これは書いたもので、これもちろん我々いろいろこう名前をつけて呼んできたわけなんですね。で、ところが、こういうふうな生物に関しての多様性の把握っていうのは、これは我々人間が別にそのサイエンスというものが登場する前の時点からですね、いかにすれば多様なものを理解することができるんだろうかという、ある意味こうビルトインされたロジックみたいなものが、これが我々の中にありまして、で、たまたま相手が動植物であったとしながらば、それは生物分類学になりますけれども、次にお示ししますように、いろんなものが分類の対象になります。これは皆さんがスーパーやコンビニに行けば、食パンの袋をパッチリ留めてるハサミありますね。で、これ、ちゃんと学名がついておりまして、国際学会があります。薄ではですね、パン袋クリップの国際学会があって、ちゃんとラテン語でですね、いろいろな国のですね、このクリップをですね、こう命名してるんで、これすみません、QR コードはその先なんですけれども、はい、すごいのはですね、要するにその分類をする対象というのは生物には限りません。で、今お見せしました、そのパン袋クリップ、これはバッグクロージャーという、そういうふうな商品名で、日本でも埼玉県の工場で作られてるんですけれども、これ国際学会としてはですね、要するにそのパン袋クリップなるものも国ごとにいろいろな形態がありまして、で、そういったものをちゃんと分類しなければならないだろうと。これ別に何て言うんですか、遊びでやってるんじゃないんですよ。で、ちゃんと何て言うんですか、英語のレフリー論文もありますから、その意味で言いますと、学問分野で言うと何なんですかね、文化進化学、文化系統学、そんなふうな分野になるかと思います。で、これもちろん、さまざまな動植物の形態に関しての記載というのは、これはひょっとしたらこの中の何人かの方はされているかと思いますけれども、そのパン袋クリップだってちゃんと
記載できるんですね。でそこに書いてありますように、いわゆるその解剖学的な特徴を全部チェックすれば、それぞれのパン袋クリップの記載ができて、でさらにそれに基づけば当然系統樹を書くこともできると。つまり私たちは多様なものがあったとするならば、それが生物であろうが非生物であろうが、必ず分類したくなるという、そういうふうなこう厄介なですね、習性、差が、そんなふうなものがあると思うんですよ。でこのあたりのところは、まあ要するにそのサイエンスとしてのですね、分類学なり系統学が登場した時にはもうなくなってしまったんじゃないかと思われるんですが、もう全然そんななくなってませんよ。我々いつまでたってもね、生身の人間ですから、思わぬところで分類したくなる本能って出てくるんですね。じゃあその分類するという立場から考えた場合に、一体我々人間はどんなふうな特徴があるんだろうかという、そんな問題が当然出てきます。つまり正徳的な分類者として、分類学者なんですよ、タクソミストじゃなくて、分類者、クラシファイアーとしての我々人間というものを考えてみた場合には、いくつかの特徴があるっていうことは、これも半世紀以上前から文化人類学者がですねやってきまして、要するに基本的に我々人間というのは階層的な分類が大好きなんですよ。階層的な分類、ネットワーク分類なんていうのは大嫌いなんですよ。最近ネットワークって言ってますけど、あんなの普通の人間には理解できませんよ。あとでおそらく系統ネットワークの話をですね、何人かの先生がされるかと思いますが、基本的にネットワークというのは我々人間には理解できません。だから困るんですよ。要するに現実世界はですね、いろいろな意味でネットワークにあります。ところが我々人間は階層的な、あるいは場合によっては直線的な構造はすぐ分かるんだけれども、非階層的なネットワークって分かんないんですよ。それは当たり前なんですね。じゃあその当たり前のをどうすればいいんだろうかというので、系統ネットワーク理論の方々は非常に苦労しているということになります。ただそれは先の話なんですが、ここでの問題はまずですね、我々人間は様々なものを分類しています。でここにちょっと書きましたけど、分類するもの、人間ですね。でそれに対して分類される対象、別の感じのものがあります。でそうした場合に、ある分類をしたときに、その分類したその結果、分離した構造ですね、そういったものは果たして実在するんだろうか。例えばある考え方で言えば、その相手側、要するに自分が観察している相手側に秩序、さまざまな分類群ですね、そういったものがあって、我々はそれを発見すればいいんですよ。要するにその視線、分離的な構造、群というのはですね、これは実在していて我々はそれを発見すればいいという、これはいわゆるその実在論的な考え方。ところがもう一方では、いやそれは単に我々分類する側の人間がですね、頭の中に自然とはこういうふうに分類できるんだと観念があって、それを相手に押し付けてるだけだよと。で要するに自然を適当に切り分けているだけですよというのがもう一つの考え方、観念論ですね。でそうした場に、一体我々はその分類する側とされる側との間の関係をどんなふうに考えればいいんだろうかという問題が、分類学では必ず出てきます。必ず出てくるんですが、これ解けないんですよね。要するに我々自身がもうすでに分類する側におりますので、この問題っていうのは解けないと思います。でおそらく今言いました実在論的な考え方と観念論的な考え方のどこかしら中点、内分点のところに真実らしきものがあるかもしれませんが、それはおそらく分類学という学問がですね、これからずっと抱えていかなければならない問題で、おそらくすぐに答えを出すことはできないでしょうと。じゃあ我々はもうその辺のですね、分類に関する厄介な問題をちょっととりあえず横に置いておきましょうと。分類する厄介な問題というのは、例えば今回はおそらくあんまり表立って言う人いないと思いますが、種は実在するのかそういう問題ですよ。種でも高次分類群でもいいですよ。そういうふうなものは実在するんですかと、実在するしないの論争果てしなく続きます。おそらくあれは全然解決の見通しはないと思います。ただ私たちここにいらっしゃる皆さんは、そういう分類の話よりももう少しカチッとしたロジックで蹴りがつくような問題を、これを見たいと。で、これがですね、系統なんですね。で、系統というのは、分類とはちょっと違います。かなり違います。で、何が違うのかと言いますと、系統の基本的な考え方というのはですね、これは系統推定、系統学、すべてそうなんですが、要するに我々は目の前にですね、ある、観察可能な、対象があると。で、これは分子系統だと OTU とかですね、そんな名前で呼ぶでしょ。要するに我々は目の前に生き物がいて、それに関して様々なデータを取ることができると。
DNA が取れます。場合によっては携帯を、調べることもできます。ただ問題になるのは、そういうふうな観察可能な生き物、動植物というのは目の前にあるんだけれども、そういったものはある祖先から分岐して生じたものである。これは大過程ですね。要するに現在目の前にいる動植物は祖先にいたはずの、そういうふうな仮想的なものから発してきたものである。ただ厄介なのは、現実に我々がデータを持っているその対象が、その、まあ、いわばこの系統樹の末端であったとしても、その祖先に相当するものは既に絶滅してしまっていることが、ほぼ間違いないと思います。とすると私たちが考えなければならないのは、観測可能な子孫からどうやって既に失われてしまった祖先に関しての推定をすることができるんだろうかと。だから要するにその系統樹の推定の問題ってもう一番最初の問題設定から、現在から過去を推定するにはどうすればいいんですかという、そういう大問題を抱えてるんですね。これは系統推定の問題です。というけど逆に言うと、系統学、系統樹というのは必ず推定の問題と、もう表裏一体になっていますので、今回のワークショップでもさまざまな統計的な推定の話が出てくるかと思いますが、当然当たり前のことなんです。どうやれば現在から過去を推定できるだろうかと。で、例えばダーウィンの種の起源の唯一のダイアグラムも、これも、ある一つの祖先からどうやって分岐をし続けることによって子孫が生まれたのかっていうふうなことを、種の起源でも彼のノートブックでも書いていますので、その意味で言うと、現在よりもはるかに前から、少なくとも2世紀ぐらい前からは、私たちは、分岐をすることによって祖先から子孫が生まれるというふうなことを考えてきたわけです。それで次のスライドにありますようにですね、ヘッケル、私ヘッケル大好きなんですが、ヘッケルのようにどうすればその生命の樹、系統樹というものは可視化できるだろうか。こんなふうなことを考える人も当然19世紀になりますとたくさん出てきます。はい、ちょっと見てくださいね。これは彼が書いた、おそらくいろんな本やら論文やらで、引用されまくっている図なので、どこかしら見た方もいらっしゃるかと思いますが、要するに生命の木というものは、祖先から分岐することによって現在に至る、こんな風な絵で描けるんだと。もういろんな絵彼が描いてますよ。これ彼が描いた絵なんですけれども、で場合によっては地図上にそういう系統樹をマップしてですね、今風に言いますと分子系統地理学みたいな、そんな風な考え方も彼自身がやっています。で問題になるのは、おそらく今回でも何人かの先生が言及されると思いますが、さまざまなその系統関係をですね、どういうふうに可視化するのかっていう、そういう問題が常に出てきます。今ここに書いたヘッケルなんていうのは、彼はほら系統樹ツリーで考えていますから、その意味で言いますと階層性が保存されていて分かりやすい可視化をしているんですが、場合によってはネットワークにありますととんでもないことになる。ただここで考えておかないといけないのは、系統学あるいは系統樹の話をするときには必ずどこかしらで可視化の問題が出てきます。その系統関係はどのように見えるのかで、見ることによって私たちはどれぐらい理解を深めることができるんだろうか、そんなふうな問題が常に出てくるわけです。でこの系統樹を書くことによってですね、理解を深めるというのが実は系統学をやってくれるのは非常に重要な動機づけになるかと思います。というのも系統樹の可視化っていうのは、これはですね生物には限りません。例えば考古学、表のところのライブラリに何冊か文化考古学の話を置いてありますので、本を置いてありますので後で見ていただきたいんですが、考古学っていうのはこれはもちろん生物とは全然関係ないんですが、我々が考古学的な遺物、例えば土器とかですね、その矢尻とか、そういうさまざまな考古学的な遺物のですね、時代的な変遷を考えるっていうのは、これはある意味では系統学、生物の系統学と非常に近いことをやってるんですね。バッシュフォード・ディーンっていうのは、これはもう1世紀以上前の方です。アメリカ自然史博物館で、これ元彼はもともと魚類分類学のプロだったんですが、同時にメトロポリタン美術館の考古学部門にも席があって、もういわゆるこう二足のわらじを履いてですね、で一方では考古学、一方では魚類学をやって
来た方で、日本にも彼来て、で三崎の東大の臨海実験場でに来たこともあります。でこれは彼が日本に来た時の写真で、アメリカ自然史博物館、メトロポリタンかな、でそこでの特別展の、ポスターなんですが、これは彼本人です。で日本の中世の甲冑をですね身につけて、彼は人間の武具、鎧兜武器ですね、そういったものの考古学が彼の専門なんですけども、こんなふうなものが出てきてるんですけれども、でなぜわざわざこのバッシュフォード・ディーンを出してきたのかというと、ディーンっていうのはですね、非常に面白いのは考古学の時代的な変遷の様子をですね、でこれを系統図を使って表そうと。でこれ今お見せしているのは西洋の戦に使われてきた甲冑鎧兜なんですが、いろいろな部分があって形態的な特徴がもう十分記載されているんですけども、彼はですねこれがこう時代的に形を変えていく、これをですねこんな風な系統図で表したならば非常に理解がしやすいんじゃないかと。でこれは鎧甲冑の全体像だけではありません。例えばこの胸の部分だけ取ってももっと細かい系統関係が出てくるし、あるいはこの剣の部分だけを取ってもこういうふうな系統図が書けると。つまり系統図を書くことでその時代的に変遷する形態をですねどういうふうに理解することができるんだろうか。それまでは単に考古学だとこの出土年代によって並べるとか、あるいはいわゆるその類型学的にこうグルーピングをするとか、そんなふうな考え方が多かったんですが、バッシュフォード・ディーンはそうではなくって、こういうふうな文化的な構築物に対しても、あるいは考古学的な遺物に対しても、系統図的なアイデアを適用することができるんじゃないかと。でこれが現代の文化進化あるいは文化系統学につながる非常に重要な考え方です。で考古学っていうのはですね、ある意味生物系統学で使われてきたツールをですねかなりそのまま当てはめることができる分野でして、これ5年ぐらい前に出たジャーナル・オブ・アンスロポジカル・アーキオロジー、人類学的考古学雑誌、これオンライン版でオープンアクセスなんですけれども、その先進時代のですね石器の矢尻、これが時代とともにどういうふうに変遷を遂げたのかっていう、そういったことを調べた論文がありまして、まあこれは日本でも例えば黒曜石なんかということでですね矢尻を作るそういうような事例がありますが、それと同じようにこれはアメリカ北米での話ですけれども、この矢尻、出土した矢尻のですね形態的な特徴を、これを系統学的に調べる、そういうふうな研究があります。でこれ見て分かりますように、こう矢尻がありまして、これ矢尻の先端部分なんですが、この根元のところ、こうループになっているのはここのところでこう棒にこうくくりつけて、でそれで投げるというそういうふうなものだったんですが、これもちろん出土年代は全て分かっています。でこの著者たちがですね調べたのは、じゃあそういう一個一個のですねこの矢尻の形態的特徴、これ当然生物の場合のですね形態ケースの分析と全く同じように、各形状ごとにこうコード化することができます。数値コードですね、コード化することができます。でこういうふうな形態ケースが分かったならば、当然これは例えばその植物系統学でも動物系統学でも分子が出てくる前はみんな形態で系統関係を推定したので、そのやり方を使えば当然系統関係を推定することができます。でこれは今風の言い方をしますと再節約法ですね、昔風な言い方をすれば分岐分析というやり方をするんですけれども、こんなふうな、その各矢尻の系統関係を調べることができる。もちろん矢尻ですから矢尻が優性生殖するわけはありませんので、これは要するに作った人がいるわけなんですけども、作った人のその、矢尻のスタイルがですね、これが継承されることによって、こんなふうな関係が、見えてくると。で面白いのはですね、これもちろん形態的な特徴からこういうふうな系統関係を推定するのはできるんですが、当然その考古学的な遺物なので、どこで何年に出土したっていうデータがつくんですね。つまりどういうことかというと、ある矢尻がどこの地点でいつ出たのかって、その地理的な情報がありますので、先ほどの系統関係をこれをですね、こう地図上のマップにですね、この対応させますと、もうまさに我々生物学者がですね、分子系統地理学といってやってるのと、あれと同じようなことが文化系統学、この場合で言いますと考古系統学ですね、そういうふうな場合でもできるんだということが、これが見えてくるのが分かるかと思います。はい。で
今回のワークショップでは、皆さんもちろん遺伝子の塩基配列からの系統樹推定ということ、これをやります。で、様々な手法が系統樹の推定に用いられているということ、これを各講師の先生ごとに微妙にこのウェイトの置き方が違うかと思いますが、全体としてそういうことを皆さんは身につけてくるわけで、で、これはミトコンドリアのとある塩基配列、霊長類を含む、タクソンで調べたものなんですが、当然私たちはあるツールを使えば系統樹を推定できます。つまりデータがあればそれに伴って私たちは、この場合で言いますとこの配列間の、系統関係というものをこれを調べることができるんですが、この場合もちろん塩基配列ですから使われている塩基必ず、DNA で言いますと AGCT4 塩基しかありません。ただその塩基の配列が時間的に移り変わることによって置換されたり、あるいは場合によっては挿入欠失があることによって、配列の情報から私たちは系統関係を推定することになるんですが、この考え方というのは塩基配列あるいはアミノ酸配列だけには限りません。そういうふうなことをやっているのがこういうふうな中世文学の写本系譜の話でして、例えばカンタベリー物語というのは1400年代、500年代、それぐらいの500年ぐらい前のイギリスの有名な物語ですが、当然その頃は例のグーテンベルグの印刷術がまだ普及していませんので、当然人間がですね、元の写本、元の原稿から写本を作ることによってカンタベリー物語というのは継承されてきました。で、現在でもイギリス国内で数十写本がですね、これがいろいろな場所にあるんですけれども、これを調べる、これもちろんカンタベリー物語というのは日本で言えば源氏物語みたいなもんですから、国家プロジェクトが立ち上がりましてですね、一体そのカンタベリー物語の大元の物語はどんなふうなものだったんだろうかという系統推定のプロジェクトが20年ぐらい前にありました。で、これちょっとお示ししているのはですね、これはリチャード・ドーキンスの祖先の物語に載っていた図なんですけれども、例えばカンタベリー物語というのは長大な物語ですが、ある一つの、テールっていうんですが、物語、これはバースの女房の物語なんですけれども、そのある一文をですね、これを複数の写本館で比較してみると、でこれはブリティッシュライブラリーとかクライストチャーチとか、これ要するにその写本を保管している場所なんですけれども、この文章をちょっと今上下分かりやすいように並べます。こんな感じになります。大きくしますよ。はい、でこれは要するに皆さん見ていただければ分かりますように、ですね、4写本の全く同じ文章をこれを並べてみたら、ちょっとずつ違いがあるんですよ。例えばどんなところに違いがあるかと言います。例えば固有名詞、人名ですね、これの綴りが違ったり、あるいはこの前置詞 with が略されるか略されないか、あるいはこの his 代名詞ですね、それが i か y か、つまりですね、アルファベットですが当然26文字あるわけなんですが、その26文字の配列、文字配列として見た場合にですね、ところどころ変異が生じるんですね。で、これ重要なのは、先ほど我々その分子系統学では AGCT の塩基配列が置換されたり変異することによって系統関係を推定することができると言いました。でそれと同じように考えれば、二十数文字のアルファベットのところどころに置換が生じることによって、この文章という配列の系統関係をこれを推定することができるでしょう。当然ありえますよね。で、やったんですよ、これを。これはもう20年前の、ネイチャーに載ったカンタベリー物語の系統発生という、そういうふうな担保が載りまして、ここのところに、ここのところに、その図が載っていますが、これ、端点にあるのは、これは、44写本です。でそれに関して、1つには、再節約法、パウポを使った再節約法で系統樹を書き、もう1つはこれも今回北野さんとか斉藤さんが話したいと思いますが、系統ネットワークでもって写本間のハイブリッドを調べて、それで系統関係を出したと。そうするとどの写本が一番祖先的かなどなど、そういうふうな話をですね、私たちは知ることができると。つまりこの場合、
扱っている内容そのものは、これは全く別々。要するにその生物と無生物では、その複製のされ方も伝承のされ方も全く違うんですが、やっていること、要するにどうやれば現存しているものから過去を遡って推論することができるのかの、そのロジックがですね、全く同じなんですね。でそんなふうに考えてやりますと、系統関係を推定するというのは、つい我々は、例えば、こう、宮下美沙さんだったら、分子データ、分子配列を使って生物の系統関係を推定するという、そういうふうに考えがちなんですが、もっとジェネラルに考えてみるならば、生物に限りません。配列が、これが時間的に変わっていくならば、必ず系統推定は同じロジックでもって行うことができるんですよという。そんなふうなことをですね、ここで皆さんに見ておいていただければよろしいかと思います。というわけで、これまで一方では分類の話、もう一方では系統の話をしてですね、それでもって両方の考え方の違いというものを少し皆さんに見ていただいたんですが、じゃあ、その両者をですね、突き合わせた時に一体何が起こるんだろうかということを、これを皆さんにちょっと第三幕としてね、お見せしようと思います。一方では分類的な考え方があります。もう一方では系統的な考え方があります。今回の私の話では、前者の方を分類というキーワード、で、後者の方を系統というキーワードと言いましたが、両者の考え方の相互関係っていうのは一体どんな具合に考えればいいんだろうかという話が出てきます。で、これはですね、例えば、今、平面上にこう20個こうデータというか、分類対象、オブジェクトがありまして、これに関して、我々は、分類的にこれを、調べるにはどうすればいいのか。もう一方では、系統的にこれを見たらどうなるのか。ということを、これ、対比して考えることができます。例えば、今これ20個の何か十数個か点があるんですけれども、分類的に考えるとしたならば、おそらくこれが一番ナチュラルな考え方ですね。要するに近い点同士をグルーピングしていって、それでもって、どんどん階層的にそのグルーピングを大きくしていく。これは多変量解析で言いますと、クラスター分析。クラスター分析というか、ここにいらっしゃる皆さんだったら、UPGMA と言った方がいいのかもしれませんが、その点と点との距離、これに基づいてクラスタリングをすることでグループを作っていく。これは分類の基本的な考え方です。ところが、全く同じ対象に関してですね、系統的な考え方っていうのは違う見方をするんですよ。つまり、黒丸で示されたこの末端点というのは、これはあくまでも子孫であって、で、我々はこの子孫をつなぐ系統関係が失われているんだけれども、これをデータによって復元することができるだろうと。で、一番最後、大元の大祖先を、これを捕まえることができたならば、この十数個の点の系統関係を推定できますよと。つまり一方ではですね、似ている似てないのグルーピングをするという分類的な考え方があり、もう一方では、末端点をつなぐような、系統推定ができるんだという考え方があって、で、私たちはこの両者をですね、同じオブジェクトに対しての異なる思考というふうに見なすことができるわけです。で、問題は先ほども言いました。じゃあその同じ対象に対して、一方では分類、もう一方では系統ということがあるんだけれども、これ、付き合わせをするにはどうすればいいんだろうか。例えばですね、ハッピーな場合だったら、この、距離的に近い点が、これが、系統的にも近いと。こういうふうな分類イコール、系統の場合があるんですけれども、場合によってはですね、そこのところがですね、例えば、この場合、似ているものが近縁である。これはいいですよ。それから場合によっては、いわゆるその他人の空に、つまり、フェネティックには寝ているんだけれども、系統関係は全然違いますよと。そういうふうな場面が出てきます。一体どうすればいいんでしょう。要するにその、系統樹を作ってみたら、いわゆるその分類的な考え方とは全然違いますよという、そういうふうな場面があるわけですね。だからそんなふうなことを考えてやりますと、私たちにとっては、この分類と系統の関係、非常に重要な話になってくるかと思います。
で、一つの考え方は分類体系というものですね。これは系統時の切片であると。要するに系統というのはこう時間的にこう過去から現在未来に至るまで伸びていくんですが、そういったものをあるところでスパッと切った切り口を見れば、その時点での分類体系が出てくるでしょうと。今お見せしているのは、これは1888年、ドイツの有名な鳥類学者です、オルニトロギストのマックス・フィルブリンガーが書いたモノグラフの系統時なんですが、これ彼何をしたかというと、この系統時書いて、これ実は三次元的な系統時なんですが、ズバッと切れば、その切ったところの枝の断面がですね、そのまま系統に基づく、階層的分類体系になるだろうと。ただ、どこで切るかによってですね、この分類群の位置が違うんですよ。要するに、古いところで切るか、中間で切るか、で、次は一番新しいところですが、こういうふうに切るか。で、これによって、分類群の、構造が変わってくるだろうと。こんな具合に考えれば、分類体系と系統樹というものを、これを、すり合わせをすることができるんじゃないですか、っていうふうな考え方は一つにはあります。ただ、これで、分類学者、いわゆる系統が嫌いな分類学者が納得するかどうか別問題だというふうに考えてください。この辺の問題はもう5年ぐらい前に一冊翻訳しまして、なぜ我々はその分類に関しての、直感的なことと、ロジカルな系統推定との間で、居心地の悪さを感じるのかって、そんなふうな本があるんですが、こういうふうなところでも、おそらく分類と系統というのは、ロジックには決着をつけられるんだけれども、それで我々のガットフィーリングで納得できるんですかという、そういう問題はいつまでもついて回るんじゃないかと思います。はい。で、そろそろこの話も終わりに近づくんですけれども、可視化の問題というのは先ほど皆さんにお話しましたけれども、我々が、様々なオブジェクトに関して多様な状態を見たときに、分類であれ、系統であれ、その可視化の問題というのは非常に重要な話になります。おととし出した本の中でも実例たくさん挙げまして、で、その中でちょっと皆さんに見ていただきたいのがですね、分類と系統っていうのは必ずダイアグラムを使って可視化できます。で、簡単な構造から複雑な構造まで、ちょっと皆さんに典型的な例を書きます。こんな感じ。チェインというのは、いわゆる一本差ですね。で、分岐的なツリーがあって、で、先ほども言いましたが、複雑な網状ネットワークがあって。で、同じダイアグラムと呼んでるんだけれども、どのダイアグラムを使って、我々は、多様なオブジェクトの集合を、これを可視化するのかという問題が、これが出てきます。で、この辺のところはすみません。めんどくさい話も多々あるんですけど、ここではですね、ちょっと簡単な話しておきましょうか。ABCD、4つの生物がいまして、あるケース、これは分子配列でも、携帯ケースでも、どっちでもいいんですけれども、01の、その日的なケースを考えます。で、例えばですね、ABCD、5ケースあるんですけれども、最初の3ケース ABC だけだったら、これ実はチェーンでもってそのケース分布の様子をこれを表すことができます。ところがですね、この C と D、すみません、要するに ABC っていうのは結局その階層的に01が配置されていますので、チェーンで表せるんですが、 C と D、 これ1のこの場所が違っています。で、この D まで含めるとツリーでしか表せない。で、さらに、E という、なんていうんですか、この11というこの共有ケースが違うところまで含めると、今度はネットワークを持ってこざるを得ないと。ただ一つには、ケース状態のそのデータマトリックスがですね、どんな情報を持っているかによって使うべき、そのダイアグラムが、これが変わってくるという。そんなふうなことが、ロジックとしては言えます。ただ我々がですね、どういうふうにそれを考えてきたのかっていうのを歴史を振り返りますと、すいません。めんどくさいことを言いますと、要するに、ツリーとは何ですか、チェーンとは何ですか、ネットワークって何でしょうかって、そういう問題があるんですが、この辺のところは、厄介なめんどくさい話なんで、ここではもっとわかりやすい方に行こうと思います。これも7年前ですけど、とある本を書きまして、我々が、生物学に限らず、先ほどお見せしました、一本差のチェーン、分岐的なツリー、網状のネットワーク、これのダイアグラムをですね、どんな風に使い回してきたのかという、そういう本を書きまして、で、これも、例えばですね、ここに示したらすみません、大きくしますよ。18世紀のシャルル・ボネの存在の連鎖という、そういうふうな考え方だと、これ、
それこそギリシャ時代以降、プラトン以降2000年と言われていますが、要するにその存在物というのは必ず直線上に並べることができるんだと、そういうふうな考え方が続いてきまして、でシャルル・ボネ、これはスイスの博物学者ですが、じゃあ実際に生物、動植物から無生物に至るまでのさまざまな生物をどういうふうに直線的に並べればいいんだろうかということを、これらの示した図があります。これは直線の話ですね。で、もう一つは、これはキリスト教の12世紀です。エッサイの木という、これまた非常に有名な図なんですが、要するにこうツリーによって家系を表すという、そういうふうな考え方が出てきます。これ12世紀ですね。で、これはフィオールのヨアキムの、これも同じ歴史の木ですね。はい。多々あります。これすいません。先ほどの本から全部取ってきてるやつなんですが、多々ありまして。で、これアタナシウス・キルヘアの、オカルト的なツリーもあります。これが宗教ネットワーク19世紀ですね。つまり、我々がですね、その生物に限らずいろんな分野で見ていきますと、ツリーであっても、あるいはもっと簡単なチェーンであっても、あるいは今一番最後にお持ちしています、ネットワークであっても、様々なダイアグラムを使いながら多様なオブジェクトを結びつけていくという。そんなふうなことを示しているわけです。これはすみません。もう20年ぐらい、10年ぐらい前ですね。鳥美樹さんのお辞儀人っていうのは、これは街角の工事現場でお辞儀、いちいちお辞儀してるあれがいるじゃないですか。あれの系統関係を調べた本もあります。これはJR 九州の車両デザイン。なんだっけ、七つ星、あれを作った水戸岡さんというデザイナーが、これが九州、JR 九州の車両デザインの祖先子孫関係を出した、そういうふうなものもあります。で、すみません、これビールの分離統計、いきなりビールって、これ実は私今翻訳していまして、来年1月に軽装書房からビールの自然史という本を出して、その中でビールの系統推定の章があるんですけれども、ビールっていうのは、これは皆さんもこの中でビールファンの方いらっしゃると思いますが、いわゆるそのエールとですね、ラガーと大きく、要するにその同じ発酵でも、上面発酵か下面発酵かで、エールとラガーって非常に大きな分岐があるんですけれども、それぞれ分岐の先に細かく枝分かれするんですね。で、たまに両方が混じったようなハイブリッドがあって、この辺のところが非常に面白いのは、要するにですね、ビールの分類って多々ありますよ。ビールの本って世の中にたくさんありますからね。ただそういったものの系統関係を調べてみるとですね、意外にその味わいとか思考とかそういうものをきれいに反映した体系化ってできるんですね。で、これ今お見せしているのはビールの系統樹なんですが、人によってはビールの周期率を書く人もいまして、様々な特性に基づいてビールをどういうふうに分類するのかという、そんなふうな話をですね、私たちは見ていくことができます。はい。というわけで、分類と系統、あるいはそれに伴う、その可視化の話っていうのはもう、キリがなくあるんですが、ちょっと最後に、文化的な話もしておきましょう。というのは、当然私たちが、様々な、そのオブジェクトに関してですね、分類であれ、系統であれ、その体系化をして、それによって理解を深めるということになるんですが、じゃあその人間全体を通してですね、そういうふうな体系化っていうのは、どれぐらいグローバルなんだろうかと。つまり、普遍的なその体系化っていうのはあるんだろうか。あるいは逆に言うと、国ごとの、あるいは民族ごとの、その文化的なの、文化の制約ですね。そういったものがどれぐらいあるんだろうかという問題、ちょっと最後のお見せしようと思います。これはですね、特に日本というか東アジアが非常に面白い文化的特徴がありまして、で、まず最初にですね、これまで、その、あるオブジェクトに関して、様々なデータがあった場合に、それに基づいてどうやって体系化をするのかという話をしてきたんですが、これ仮に古物と原理という対比をここで出そうと思います。で、古物っていうのは当然、様々な情報を持っています。場合によっては、DNA の情報があり、場合によっては形態的な情報があり、で、そういったものの記載をするっていうのは当然重要なんですね。で、一方、それに対して、先ほども出てきましたが、分類であれ、系統であれ、たくさんのオブジェクトがあったときに、それをどういうふうにまとめ上げるのかという、体系化の問題は、これは原理と直結しています。つまり、一方では、それぞれのオブジェクトに関しての記載があり、もう一方ではそういったものをまとめ上げる体系化、あるいは原理というものがあるんですけれども、日本、
東アジアはですね、原理体系化のこのロジックよりはむしろ古物の記載が大好きなんですね。コレクションしたがる。で、コレクション命。じゃあ一体それをどういうふうに分類あるいは体系化するんですかって、そこのところは言わない。おそらく対価ごとにあるんだろうけど、言わない。そこのところが問題で、これ実はですね、もう、20年ぐらい前から何冊か、その研究書が出ていて非常に面白いんですけれども、要するに我々日本を含む東アジアというのはですね、普遍的な原理よりはそれぞれの古物、これが大好きと。どこにどんなコレクションがあって誰がそれを持っていて、そういうのはすごい大好き。これが非常に強い傾向が日本あるいはその東アジア、アジアには特徴的にあると。だからこのタイトルにも書いてありますが、要するに古物大好きなんだけれども普遍原理は言わないと乖離してるんですね。で、西村三郎さんも亡くなりましたけれども、彼なんかは要するに我々人間、日本人というのはちょっとそのアンダーラインに書いてありますが、個々の事物に対してものすごい強い関心好奇心、これはあるんだけれども、全体を見渡して総括し、あるいは理論なり体系なりを作るという、そういうことをしないと。じゃあそんなのが嫌いなのかというと、嫌いじゃないんですね。要するにそういったものはもう花から与えられていて、その与えられているものに対して従属していると。で、具体的に言いますと、そこにちょっと書いてありますが、東洋の原理的思考なるものは、これは引用思想に代表される超越的思辨であって、要するにその何かしら大きな体系化の精神というのはこう天からバーンと降ってくるんですね。天から降ってきて、で、それを使って我々は、様々な体系化というものをやってるんだという、そんなふうな見方を、彼は、しているわけです。ちょっと三浦梅園、これ江戸時代の大分の思想家ですけれども、彼なんていうのは、本当に引用思想そのままで、すべての、動植物を含めてすべてを、体系化しようとしましたし、三中田熊楠の、三中田曼荼羅も、これも、こういうふうなネットワークでもって説明し、で、さらに、早田文蔵、これ東大の、植物学の、分類学の人ですけれども、もう1920年代のうちに100年前にはですね、こういうふうなネットワークで、さっきも言いましたが、我々人間というのは基本的に直線的なチェーン、分岐的なツリー、階層です。これは好きなんだけれども、ネットワークになるとわからないと。で、これは日本人、さっきの早田もそうだし、南方熊楠もそうなんですけれども、彼らはネットワークを出してくるんですよ。だから、わからないことはもう念頭に置いた上でネットワークを出してくるんですね。で、早田文蔵なんて面白いのはですね、彼のその台湾植物図譜っていうのは、彼が台湾の総督府にいた時に作った、モノグラフなんですけど、その中にはですね、非常に面白いのは、これは彼の元の論文の一部なんですけれども、もちろん植物の絵はあるのはいいんだけれども、いきなりですね、差し込み図版でこのさっきお見せしたこの高次元ネットワークの図がドーンと入ってくるんですよ、ドーンと。で、これ今でも時々引用されていて、要するにそのネットワークというものがこんなに昔からあるんだよと言ったんだけど、これは彼のですね、元論文を見ますとね、すごいこと書いてあるんですね。これ彼の論文のですね、脚注なんですけれども、ちょっと皆さんの 赤枠の中ざっと見ていってください。先ほどのネットワーク、この比喩的な図は仙台州華厳教のグイズであるインドラの網にヒントを得たものであると。要するにデータとか全くないんですよ。いきなり宗教的なですね、ネットワークをドーンと出してきて、それでこういうふうな言い方をしていると。宮沢賢治の詩の中にもインドラの網というのがあって、これは華厳教では確かに非常に有名なイメージですね、あります。こんな感じです。要するにですね、さっき早田の絵のその、ビーズがありましたけれども、あれというのはそのビーズに全ての世界が映し込まれていて、でそれによって色が変わってきて、で多様な世界が生み出されてくる。これはインドの波の基本的な考え方ということになります。はい、という具合にして、データ的な話というのと、もう一方ではその文化的な話っていうのが、これがおそらく分離系統では何て言うんですか、暗黙のところで割にこの支配的なことになっているかと思うんですが、もっとそれは表に立ってしますとですね、例えば一つ、すみません、もう最後の最後のところ、色がこう変わってきますけれども、我々がちょっと考えないといけないのは、一方ではデータドリブンという見方がある。これはすごい現代的な話ですね。で、もう一方でストーリードリブンという理論駆動的な考え方があります。
一方ではそのデータがどん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 集まってくれば、要するにデータがさまざまな研究を進め、結果を左右すると。で、一方では理論というものも重要で、それによって研究を進めていく。で、我々は一体どういうふうな立場でこのデータあるいはセオリーのこの駆動というものを考えればいいんだろうかと。で、これもすいません、表に置いてありますが、統計の話とこれ直結してくるんですが、統計推定、統計的な考え方というのは、まあ、分子系統でもさまざまな場面で出てくるんですけれども、私たちがデータを手にしたときに、そこからどこまでものが言えるのかという話と絡んできます。つまり、ある軸にはデータの量があるんですね。で、もう一方では統計技法の進展があります。で、もちろん、一番最初、こう、原初的な状態ではですね、情報も少ないし、理論も、どうしようもなかったと。で、まずは、じゃあその理論の方からなんとかやっていこうじゃないかと。これ、例えば、この辺りのですね、農学研究では、実験計画法というのが、統計的な手法としてよく使われていますが、どうやれば、少ないサンプルのデータから、きちんとしたものが言えるだろうか。例えば、ロナルド・フィッシャーなんていうのは、実験計画法でですね、サンプルが少ない場合に分散分析とか多重比較のやり方を出しまして、で、それで、ある程度少ないデータであっても、ここまでは言えるという、そんなふうな理論駆動的な話をしました。いわゆる数理統計学っていうのは理論駆動ですよね。ところがもう一方ではですね、どん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 データが増えていく。例えば今だったらゲノムデータすごく増えてくるんですが、そのデータが増えてきた時に、じゃあそれを追っかけるようなその理論があるんですかと。要するにデータ駆動型研究で理論をどうしましょうかっていう問題は当然あるかと思うんです。つまり一方では理論駆動で、もう一方ではデータ駆動があって、当然私たちはそれの交わったところでですね、次のステージを目指さなければならないんですけれども、そういったものを一体私たちはどういうふうに決めていけばいいんだろうかというのは、これがおそらく今回のワークショップでも皆さんが、耳にすることではないかと思います。はい。で、すみません、最後の2枚ぐらいは、これはもう、まとめなんで、もうこの辺でおしまいしようと思いますが、要するに我々常に考えていかないといけないので、次どうするんですかと、次何っていう、そういうふうなことをですね、考えていかなければならないんではないかと思います。